ャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、残り4チーム。4チーム、行きましょう、はい。巨人、横浜、楽天、オリックス。はい。この残ってるの当てるの難しいですから、ね。めっちゃ難しい。4-3。ほら、来た。楽天。おーい。楽天の場合はですね、はい、ちょっと難しくてですね。そうですよね。近鉄と分けてあります。分けますか。はい。僕は一緒でもいいんですけど、はい、違うっていう人がいるじゃないですか。まあでも現に違うじゃないですか。まあまあそうです。だから近鉄と楽天は分けます。はい。でもやっぱり一緒にしようかな。はい、その後もだって楽天で試合出てる人たちもいるし。いや、そうなんですよね。一緒に投資でやりますけど、分けない人は分けて考えてください。はい。近鉄と楽天とか、ね。まあ流れとしてはまあまあ。そう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 、さあ、はい。だから近鉄は近鉄、楽天は楽天で話しますから、はい、一つの動画として、まあ、評価としてはまあちょっと一緒に一緒にしながら、はい、オープン参加的な、はい、わかりました。いいところは取って、悪いところは省いていくっていうスタイルにしましょう。了解です、はい、近鉄、はい、94年田中、中川、みなみさん全員、はい、全員無印です。しかも1位の田中選手にあたっては一軍無出場っす。あ、そうなんだ。95年、はい、1位福留、はい、拒否。そういうことか。これ福留って書いてあって、あ、そういうことか。拒否、はい、よっしゃーっつって佐々木監督が引いたんですけど、はい、近鉄無理っすっつって日本戦で行きました。ちょっと過去何回かありましたもんね、拒否。次、岡本さん、武藤さん、はい、両方 BB です。岡本さんはサイドスローでね、はい、近鉄の時、僕が出始めた時、中継ぎで結構投げてて、はい、いつもスライダーばっかり待ってたんですね。うーん、他の球はえげつないんで打てないから、こうスライダーだけチャンスボールちゃうかっていう。スライダーでも打てたんですか。忘れたですね。打っただろうし、抑えられた。あと武藤さんね、創価大学で、大学の時めっちゃ有名だったですね。へー、そうなんですね。で、96年、はい、前川、無印、はい、で大塚さんが 1S、 磯部さん、はい、S です。だって楽天のね、はい、初代の。そうですね。磯部さんもね、キャッチャーで入ってね、キャッチャーとしたらね、そんなんじゃなかったですけど。キャッチャーになったんですか。はい、あ、知らなかった。打つのはえげつなかったっすね。本当なんかヘッド返さない、インコース打つのも重かったですし、柔らかかったですし、はい、体がね、そんな大きいわけじゃないのにね、はい、パンチ力もあって。そうです、結構小柄ですよね。磯部さんも本当なんか柔らかくて、すごかったですね、はい。で、97年、牧さん、はい、無印。めっちゃいいピッチャーだったですけど、法政でね、うん、左で。高須さん A、 職人で。高須さんで A なんですね、うん、で森谷無印です。え、森谷無印です。無印、高須さんも三振しないですよね。なんか仕事にいいって言われてたんですよね。言われてました、はい。まあ、もっとめっちゃ丁寧だし、黒男好みするね、はい、三振もしないし、コンパクトで堅実だったんですよね、はい。派手さはなかったんですけどね、堅実、本当堅実だったんですよ。98年、はい、1位宇高無印、2位藤井、はい、BB、山崎無印です。宇田が藤井なんて近代五冠バッテ五冠ですからね。あ、そうなんですか。宇田が藤井がバッテリーで、二岡がショートにいて、はい、その後に山下っていうのがファーストにいて、はい、めちゃくちゃ強かった。その前もだって清水さんね、日本ドラフト1位で入ったピッチャーがいてっていう、うん、はい、宇田が全く通用しないって予想外だったんですね。へー、あ、近代でバッテリーを1位にで取ってきたんですね。そう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 。へー、無双状態なんですよ、その大学の時は。へえ、まあ大学とプロは天と地の差ってね。そうですね、地球と宇宙のね。地球と宇宙の差。地球と月の差ですね。違うんですもんね。で、99年、はい、宮本無印、はい、高木 BB の前田 BB、はい、こう高木静岡高校じゃないですか。そうですね、後輩ですよね、はい、後輩です、うん、巨人に。そうそう、行きました、行きましたね。で、2000年、はい、山本翔吾 A、で愛嬌無印、はい、近沢無印。愛嬌僕、はい、大学の時バッテリーです、エースです。ああ、そうなんですか。で、松下、大学の時もプロ行けたんですよ、はい、行けたんですけど、うん、松下電器、今パナソニックが決まってて、はい、上位指名じゃなかったんですよね、はい、大学で上位指名じゃないんだったら、うん、もう社会人行った方がいいんちゃうかって。地元が大阪だし、はい、地元も近いんで、うんうん、その住んでるところからも愛嬌、で、パナソニック行って、はい、で、都市対抗で若獅子賞とかなんか取って、はい、で、ドラフト2位で近鉄入って、うん、一時、今は多分抜かれてるんですけど、一時なんか登板無敗記録みたいな、なんか負けがつかないみたいなんで、はい、
記録持ってましたよね。今多分変わってるんですけど、あ、そうなんですね。一回マリンでホームラン打ったってね、めっちゃ嬉しかったです。いいですね、大学時代のバッテリーから。愛嬌で大学1年入った時、いきなり春のリーグ戦6勝したんですよ、1年で、すごい。で、なんか最優秀投手をもらってて、うん、こいつすごいなと思ったんですよ、はい。へえ、めちゃくちゃすごかったですよ。そうですね、2人で遊びすぎたんですね、大学で。好き勝手やって仲良かったんですね。はい今楽天でスカウトですよね。なんか結構、え、そうなんですか。はい、結構なんかスカウトなんだ、上の立場になってるらしいです。へえ、あ、知らなかった。ちょっと見てみようと。なんかあった、あいきょうちの息子ちょっと入れやってやって言うから楽天に、うん、まだでも5歳。何年後だっていう。十何年後。2001年、はい、浅井無印、有部 BB、 谷口無印。ちょっとここまで SS がないのって不思議なぐらいですね。はい、それなんでか知ってます。知らないです。ドラフトが、え、だって他のチームと平等にやってますよね。やってますよ、もちろん同じルールですよ。だから何でか分かります。だからですドラフトが、え、ちょっと今びっくりしてるぐらい。だから見る目もなければあれですよ、はい、そうですね。2002年、はい、坂口、はい、SS です。あ、やっと来ましたね。ああ、今ヤクルトにね、はい、やってますけど。で、池井裕次郎、阿部無印です。はい。で、2003年、勝木、はい、BB、 BB、キラ無印、はい、サカ B です。 B 以上好きです。 SS が一人でした。はい、まあひどいですね。BB と無印ばかりっていう、はい、はい、で BB とか B っていうのは、はい、あの出るんですよ普通に、そのチームのレギュラーで。レギュラーで出てれば、レギュラーで出てれば B とか BB になるんで、はい、だからまあね、うん、まあ、ひどいですね。テンションひどいですね。なんか今までやってたようなおーっていうのはない、全くないです。でもあの2001年か、はい、優勝してるんですよね、はい、だからその前の93年とかだと、はい、大村さんとか的山さんとかがいたりとか。その前が良かったってことですね、はい、であとは中村のりさんとか、はい、うんうんうん、高村さんとか水口さんとか、はい、野茂さんとか、石井郎さんとか、はい、その前はね、うん、比較的その方々がじゃあ押し上げてそこは優勝っていう形なで、あの時だと、そうあの時も投手陣はダメだったんですよね、はい、苦しかったんですよね、うん、で、あと伊手前打線って吉岡さんジャイアンツから来たりとか、はい、で中村のりさんで、うん、ローズ、うん、でクラークとかいたりとか、うん、で磯部さんとか、はい、じゃあだからダメでしたね。あっさり。はい、次じゃあ楽天。楽天になってからの、はい、楽天になってから、楽天ファンの皆さん、ここからですよ。はい、はい、そうですね、はいはい、ここからです。楽天最初もう激弱でしたからね、最初の年。いや、それは仕方、それはだって弱いですもん、はい、やっててもそうですけど、楽天に負けたらやばいと思ってやってたんですから。そうなんですね。打率の上げ時だって言って、はい、こんな言い方したらあれですけど、うん、オリックスにですよ、うん、近鉄とオリックスのいいところを全部取られるんですよね、はい、とりあえず何十人か、はい、でそれで次同じ数取るんですよね、はい、でまた今度取られるんですよね、はい、それはきついですよね。そうですね。で、磯部さんとか、はい、小山さんとか岩隈とか、はい、藤井とかは、うん、オリックス行きたくないって言って、はい、楽天の方選べたんですよね、うん、はい、だってその藤井とかもしオリックス行っても、うん、ひょっとしたら試合出れてないかもわかんないし、日高とかいたし ね、 あ、 そ、 うね、そういうのもあるんですよね、はい、行ってもいいけど出れなかったら意味ないからね。あ、バランス見て楽天にっていう、そうそうそう、もあるかもわかんないし、うん、そこはやっぱり冷静なね、はい、自分を見る目が必要ですよね。そうですね、うん、でもですよ、はい、楽天ファンの皆さん、はい、言い方は悪いですけど、要はいらないって言われた人たち、まあ、自分で楽天に行きたいっていう人たちもいたんですけど、基本的にいらないって言われた人たちでチームを作って、はい、で10年後には日本一になってるんですよ。いや、そうですよ。しかも逆にね、はい、いるって言った人たちだけ取って、オリックスはまだ優勝してないんですから。そうですね、うん、そうですね、だからそこがね、うん、ドラフトにあんのかって話ですよ。確かに、ヒントは、答えは10年かかってないですからね、うん、そうですね、9年後だったのかな、うん、はい、っていうところで、はい、2004年楽しみだ、はい、市場、はい、無印、
渡辺 B、西谷無印です。はい、2005年高校ドラフト1位片山、はい、BB、 BB で次銀次、あ、宇部銀次になってるんですね。SS、 はい、で大学社会人松崎、はい、無印、青山 A、 A、 青山投手で A なんだ。2006年、はい、マークいきます。ここで、はい、2SS プラスです。そっか、2SS プラスなんだ。はい、で次が山本無印です。はい、大学社会人長井 AA、 石間 SS です。 SS、 ちょっとここに来てね、一気にここら辺の選手たちがまあまあ支えていったっすよね。はい、で2007年、寺田無印、石田無印、はい、しかも寺田に至っては1試合も1軍で。ああ、そうなんだ。で大学社会人長谷部無印の石峰無印、だからここ全滅この年、はい、もう責任問題。でも長谷部投手とか5球団競合のくじ引きとかでしたよね。競合したからって言って、はい、あの別にね、だからそれさっきも言ったじゃん、外れた当たったからって言って、もう山田テストみたいなのもあるし、まあ、そうですね、はい、だからそこは全員平等だから、ダメなものはダメ。ダメ、そうです、はい、わかりました。で2008年、はい、藤原、中川、伊坂、全員無印、はい、2年連続大失敗あ、でもちょっとこれプチ情報なんですけど、この長谷部投手って今楽天で、あの楽天の中にいるんですけど、うん、営業職やってるんですよ、うんうん、営業成績めっちゃいいらしいですよ。ロッテにもやってるよ、上野とか古谷とか。そうなんですか、うん、そうそう、ヤクルトとかでも、はい、青柳さんかな、本社の方の営業やってるもん、ね、ヤクルト。あ、そう、でもやっぱ顔とかが知れてると営業とかもやりやすいですよね。まあやりやすいですよね、しかも地元とかだと、うん、もっと知ってくれてるから、はい、うん、いいですよ、営業成績いいらしいですよ、うん、ちょっと、あとあのソフトバンクとかだとね、江尻とかがやってるんですよね。あ、江尻さんやってるんですか。そうそうそう、やってる。出役とかもやりつつ、じゃあ。そう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 、そう、そうなんですね、うん、2009年、戸村無印、西田 B、 B、 尾関無印です。戸籍ですね。あ、戸籍、はい、無印。で2010年、塩見 B、 美馬 A。 え、美馬投手 A なの。うん、 逆に何言う。受賞してるじゃんっていう。だから A よ。はい。S に入らないのか、10勝でも。はい、わかります。だって、頂点見てへんやん。まあそう、でも SS じゃない、S にも入らないのか。S は頂点見てるから。S も頂点、 S でも頂点見てるから。そっか、わかりました。A でプロ野球界のトップクラス。なるほど。で、S は頂点見てるから。はい。もう基準はね、最後にしか教えてくれないんで、わかんないんですよ。で、阿部、はい、無印です。無印、はい。で、11年、武藤 B、鎌田無印。え、そうなんだ、無印なの。三好無印です。はい、12年、はい、森無印、はい、お、ここですね、則本 1SS プラス、いえ、来た SS。 大塚無印、はい、13年、松井 1S。 あ、SS じゃないの。はい、内田浜谷両方無印、はい。14年、はい、安楽、小野、福田、全員無印。みんなか、はい。で15年、オコエ、吉持、無印、2人。あ、オコエ選手も無印か。で、茂木が BB。 え、茂木選手で BB なのそうだよ。え、普通に B っていうのはチームでレギュラーってことだから、うん、戦力ってことですね、うん、だからチームでレギュラー。そっか、だって茂木が12球団でもトップクラスかって言われたらトップクラスじゃないよ。まあそうですね、そっかそっか。16年、はい、藤平、池田、両方無印、はい、俺池田なんて創刊の時見たけどいいピッチャーやと思ったけどね。うん、で田中 B プラス、 B プラス。17年、はい、近藤、岩見、山崎、全員無印、はい。で18年、辰巳 B、 B、 太田、引地、はい、両方無印です。無印、はい、だからまあ楽天になっても特にっていうのはないね。うん、そうですね。あのドラフトの感じで見てると、まあ、ただ近鉄の時よりは、まあ、SS の選手がまあ増えた分、ここで優勝メンバーが頑張ってたなっていう感じはありますよね、うん、まあやっぱりね、あとはもうマー君の24勝がでかいからって、はい、あれマー君がもし18勝6敗だったら優勝してないもんね。まあそうですね、だから多分あのマー君の貯金分がチームの貯金分だったんだよね、確か、はい、そうですね。あと、まあ、則本投手が15勝してるっていうのもまあ大きかったんですけど、だって礼拝だもん。そうですね、やっぱでかいね、マー君が貯金が24ですからね一人で24ってえげつないもん、はい、そうですね。あとやっぱりあの
AJ と、うん、マギーね、マギーの力がすごく大きかったですね、うん、あと外国人投手ね、アウザーだったっけ、はい、あ、そうですね、とラズナ、ラズナとか、うん、でもなんか、はい、ドラフトはそんでもなかったね、そうですね、なんかあの日本一をみたいな感じなかったですね、だからやっぱり長続きしないとこなんだよね、そうです、ね、だからマークいなくなったら、うん、ドドーッと落ちていくじゃん、結局は、ね、うん、だからそこはやっぱマー君一人の力っていうのは、まあ、大きかったね、はい、あとマギーもいなくなっちゃいましたし、うん、そういうとこですね、で今年ね、うん、その補強をして、はい、まあ、どうなるかっていうところだね、うん、そうですね、うん、まあ、今結構 A クラスには入ってきてますけど、結構他球団からね戦力補強っていうのも多いですし、うん、まあでも勝ちはこっちのもんだからね、そうです、別に勝てばいいんですよね、自前で育てられなかったら取ってくれいいんだもん、はい、別に勝ちゃいいからね、ただこれは、はい、あのスカウトの編成の能力があるかどうかだけ見てるだけだから、そうですね、選手がどうとかじゃないんでしたもんねそうそう、選手の評価をしてるわけじゃなくて、はい、スカウトと編成の能力とドラフト戦略の能力があるかどうか見てるだけだから、そうですね、うん、だからまあ一つ言えるのは、うん、94年からだけ見てると、まあ、近鉄はだったなっていうね、はい、っていうところと、うん、楽天はその優勝2013年の日本一に向けて、うん、はい、なんかあんのかなと思ったけど、まあ、特になかったねいやまあでもあの島選手とか、いや他にだってヤクルトも中村悠平とかいたからね、 SS でいうと、まあそうですね確かに、まあ、だからまあいるけど、はい、なんか、はい、西武とか、はい、あなんか広島の3連覇の時に、うん、あここ密集してるねみたいな、はい、これがこうなったねみたいなのが見えたけど、うん、はい、ないね、まあ、そのなんか密集してる感じもないし、はい、そんなめちゃくちゃじゃあ SS が多いかって言われるとそんな多くもないし、はい、まあ、この SS メンバーが日本一の時にすごい頑張ったっていうのはありますけど、うん、マー君ね、はい、あとドラフト1位が比較的活躍してないね、全然、あそうなんです、あの楽天の左サウスポーのドラフト1位はなかなか活躍しないっていう、まあ、ちょっと伝説があって、伝説じゃ多分見る目がないんだよね、で松井裕樹投手でそれでもあの払拭されたんですけど、そう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 、だからこのね、安楽、大越、藤平、近藤、うん、辰巳がこれからどれだけ頑張れるかね、ちょっと今辰巳選手はすごい出てきてるので頑張ってほしいですね、だからこう球界のトップクラス行かないと A に行かないからね、はい、だから A に行くのも相当ハードル高いよ、ね、A はハードル高いよ、もう皆さんね、あれだけど、はい、A はハードル高いからね、ですね、結構 B は、うん、そのチームのレギュラーになっておけば、はい、B にはピッチャーも野手も含めて、はい、まあ、なれるんだけど、B から A はすごいハードル高い、で A から S はさらに高いから、そうですねでも1回突き抜けちゃえば S いけるってことですね、そうそう、で1回もそのランク取ったらそのランクだから、はい、そうですね、1回でも取ればね、はい、だそこの基準が知りたいんですよまだわかんない、はい、最後までご覧ください、はい。